じゃあ今度はね、こういうのね、こういうのやったよね。最初に、一番最初にやったの。こう来て、こっち見て、こっち向いて、こっち向いて、こうね、こういうの、こうね。両手こう来ると、この手が出ていくと、彼女はこういうふうに出てくるの。この手が出てくると、これ受けるの、受けるね、これ。彼女受けるね。そしてこう、このまま、ね、この手こう来たら受けるよね。受ける。そしてこう出てくる。でこれが一つの形。これ最初にやったの。こう来てこうやってくる。この手があると彼女は受けてくるの。そして今度こう、同じ。今度こう、同じ。これ練習になるから。ちょっと暑いからね。ちょっとこういうのやろうかなって思ってのこうやって、はい、これすごくいいんでしょ。これ四角、彼女のここにとらわれないで、こっち彼女の側面、こう側面ね、四角。そして手は両方とも上で、今度はこっちの四角、こういうふうにこうで、今度こっちこうね、っ両方取れるね。こういう練習、こういう稽古、こういうの昔やったのね。これたくさんやってると、あんまりこういうところやらないで、四角入る方が大事だなってのは分かるから。四角入る方が大事だ。ね、こうやってほら、手は関係ないので、自然とこういう風になるように、こうで上両方向いて、でこう彼女なんかやってきた時にね、こうやってくるよね、手離してボカってくんだよね。そういう時に、あ、嫌だよってこういう風にできるようにしときたいの。あ、こう来た時にボカってくんだよね。こう来たら嫌だよって、ほらこうできるのね。そういう風に上を、手を両方上にしておくってのはそういう意味。わかりました。じゃあちょっと練習でね、つながって今みたいにこうやって、で今度こっちこう、はい、ね、これやってみましょう。どうぞ。均等の意識ね、均等。傾いちゃダメなの、こうやってね、傾かないんだよ。均等なの、こうにこうにこうに、均等、まっすぐ均等、右左均等。これが大事なんだから、大事で。足こうやって出てくれば、ほら倒れちゃうんだよね。足が出てくれば、そういう話。均等なのね、こう傾いちゃダメなの、その練習だからね。今度こうやったら、今度ね、こっちの手を上、今はこっちの手が上に来たよね、これ上ね。今度こっちの手上、こういうで、今度こうやって、しょうがないな、足を天地投げの形かな。こういう、同じだから、同じ均等だから、こういうふうに傾いちゃダメなの。均等でこういうふうに、さっきはこう、今度はこうで四角に入ってる。一歩出ればやっつけられるの、やっつけられる状態で止めてんの、やっつけないの。そして一回こっち、これね、はい、足が出てくればやられちゃうよ、やっつけちゃうよ、やっつけないの、こうにで、彼女は僕がもらった状態。そしてこれ均等の練習だから、均等ね、均等に右と左均等、こうで、こう開かない、縦っていうのはこの縦ね、縦、こういうふうに入ってるの。両方とも正中線なの。こう。正中線の練習なの。こういうふうに来て。こういう練習じゃないから。こういう練習じゃない。こう横じゃないから。縦だから、縦で上と下。じゃあちょっと、こっち逆だけどね。上と右と左、左逆。ちょっといい?こうね。自分のおへそが相手の方に向いてるってのが大事なの。これこういっちゃったら向いてないよね。
このおへそ、おへそは相手の方に向いてるの、こういうふうに。だからこういうふうに出せるの、足で。こっち来たらもうこう相手の方に向いてるの、こうなってないの。こうなってるとこうなっちゃうから均等なんだから、これ均等なんだ、こう下と上均等ってことは、なんとの相手の方向いてんの。これも同じだよ、これもこれも相手の方向いてんの。これ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 、こっち行ったりこっち行ったりしてないの。何しろ相手の方向いてんの、こう相手の方、相手の方に、ほら相手の方にこうなってんの。これも同じ、こう相手の方に向いてんの。それ大事だからね。ちょっと言い忘れちゃったんだけどさ、こうなっちゃった、こうなっちゃった、よっかかってることなんだから、よっかっちゃダメなの。こうなのかな。ここが、ね、ちょこ注意して、もう一回、もう少し。最後にこれ。これね、これ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 相手いらない、いらないのね。これ、腕の中にこうやって持ってくるとこうなっちゃうの。いらないんだから。いらないから、ここ。いらない、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 いらない。いらない、いらない、いらないの、こうね、いらないの、ほら、いらないの、いらないの。そういうふうに自分がその代わりまっすぐ、まっすぐ。わかる？わかるよね。こうやっちゃったらそれでやられちゃうんだから、強いんだから彼女。いらないの、いらないんだよって。俺んとこ来ないでよって。そういうふうにやってほしいのよ。で、自分がまっすぐが優先だからね。こう、傾いてこうなっちゃったら、強そうだけど強くないの。まっすぐのが強いの。ほら、ほら、そういう話。